あのね、昨日の夜ぐらいから、夜じゃないわ、夕方かなぐらいから喉を痛めてて、今日治るかなって思ったんですけど、ちょっとお湯出すわ。じゃあ普通に。あったかい。ごめんね、ちょっと話し合いをしてました。どうするか。ちょっと歌うのはちょっと今控えておきますね。なので今日は本当にカラオケ配信をする予定だったんですけど、今日はちょっと一旦お休みさせていただきます。ちょっとコメントが進んでるかも。あれどこや。あ、ここら辺かな。ロードダメね、ダメまで来ます。終わったカリンよりがたいわ、ありがとうございます。ちょっとおはようございます。その椅子おしゃれ椅子ここに乗ってる、乗ってる、映ってる。ザ食卓って感じの椅子ですね。卵サンド、ヨーグルト、清そう、うん、待って、清掃違う、ヨーグルト製な、成功なんとか中生まれへんかった。だからパリピ公務見に来、あ、あれですね、楽しんでください。みんな喉ね、あれかな、乾燥とかあれかな、あの季節の変わり目やからかな。明日の公演までには治る、治したいですね。もう喉飴を舐めまくります。熱はないのよ。そうだからよくあるやつもう体めっちゃ元気やのに声だけ出ないみたいな。
今日の朝5時からカラオケに来てるね。すごい。あれですか、カラオケでカラオケ配信を見るご予定。ご大事にありがとうございます。おしゃべりも喉に負担がかかるから今日はショート配信でお願いします。それができたらいいですね。絶対続いちゃう、絶対楽しくて続いちゃうから。ポスト拡散完了しました、ありがとうございます。今からしゃべくりの練習をしに愛知に行っている。あ、そういうことね。あ、そうなんや。あの SKE さんもかな。あ、そうそう、明日に公園ね。何人猫だ、どれや、誰かな、多分ゴマ。あら、正解やった、ゴマちゃんでした。佐岡さんの鼻歌が弾ければ、もうやる気スイッチが壊れて、まあ5月病が2週年ぐらいちたん、ちょっと続いてくるみの森永、まだなんかさ全然打ってないのよな、近くのそういうとこにくるみがない。新公演のチケット発見してきた。おすごい、来てくださるんですね。ダメもサム見て、早く見たい。そう、どんな曲かさ、わからんからさ、全部新曲ってことで。明日の助言あ、助言理科 VG 当たった友達出てくる、ね、ありがとうございます、待ってますね。元から好きやね、もうこれ元これなんですよ。で、そう、この声が元々で、明日は昼公演に行くので、たよろです、たよろです。簡単さにね、気をつけましょう。なんかさ、すごいコメントが進んでる気がする今。四部の握手を買いました。あ、ありがとうございます。あ、待って待って待って、あー、あ、いた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 、管理佐々香さんリサイタルを、リサイタルって何、待って、リサイタルってなんか、なんかさ、リユース、リサイクル、リサイタルみたいなのにありそう。新婚当たらなかった、嘘かな、ち、ぜひね、あの配信でお願いします。焼きポンである有効中らしい、あのなんかさ、めっちゃ流行ってるらしいね。新婚のチケット一般販売1秒で売り切れました。あららら、すごいね。あみちゃんがルームスで上げてる動画、どれの動画や。待って、どの動画、あれか、
Vlog か。Vlog は一人で撮ったかな。今からジムに行ってきます。おお、朝から健康的。頑張ってください。リサイクルじゃないよ。リサイクルじゃないの。前からからそんなに用事がある。そんなことないんだけどな。あゆみがお父さんにだからね。4R になっちゃうか。配信400、あ、96、今日で96、あと4日で300、あと4日ってことは今日が11時15日か。あ、まあ、あら、まあ、リサイタルとは最初から最後まで一人でありますよ。おお、なるほど、そういうことなのね。一人コンサ、ソロコンってことが。チョコザップかな。どこ行くんかな。チョコザップかな。リサイタル独創会、独紹介。なるほど。お水入れて。お水？お水。お湯入ってるって、ちょっと待って。お湯飲む。ありがとう。お湯ちょうだい。あ、はい、お湯。おはよう。ただいまです。なんで喉痛いの？あらへん。昨日の夕方からずっと痛い。口開けて寝てたかな。なんかでも飛んでるよな絶対。うん、うーわよ、絶対起きんとこうと思ってたのよ今日。ねえ、今から香川県に行ってきますやって。香川県？うん、うどん食べに行くんかな。え、誰が？ちょちよさんが香川。え、いいな。ね、みんなお出かけいいなって。おはよう。一番有名なリサイタルはジャイアン。ああ、あれか。ささあしようと聞こえてたよな。シャ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 。ささささささ。最近なんかやたらとチョコザップの広告が流れてくる。なるほどね、そういうことか。だからジャイアンはあそこで。あ、カーネーションくれた。あら、みんなが。と、お前、うん、うん、よかったね。ありがとうございます。なんかさん、おはようございます。感想かかな、合わない。今年の母の日はメロンの中にフルーツやフルートスポンジケーキが入ったケーキをあげる。おー、すごい豪華ね、めっちゃ豪華。え、いつも口開けて出るの？やっていつも口開けて、あら、いつもこの声になっちゃうよ。これがも口開けへんの？ママ口開いて寝てんで。あかへん。え？なんで？逆になんで？で、なんで逆に口開かへんの？あんまり動かへん、寝てるとき。おもろ。確かに。うん、動いてへんねんな。ちょっと一緒か。だって起きたときと、ね、寝たときと起きたときの体勢一緒やもん。あ、ちょっとわかった。なんかあったかい。うん。スープ的なやつ。あ、飲みたい。飲んでみましょう。うん、今お湯飲んでるけどね、ちょっとぬるぬるくなってきた。
味噌汁か。待って、なるほど、そうか、花粉のせいで鼻が詰まる、それで鼻呼吸ができなくなる、口を開けてしまうの、つまり花粉のせいか。牛乳あったっけ。明日の公園のアフタートークって見分かりそう。いつもみたいに皆さんが座った状態のありがとうございましたの時にアミリチが吐けて、いったそこで一旦配信切って、そこのままいつもなら2人でね、ありがとうございました、今日はありがとうございましたみたいなことを話すんですけど、はい、配信切られてアフタートークをやって吐けて、またお見送り会のために、あ違うわ、あれ朝お見送りのために吐けて、またお見送り吐けに登場するっていう、なんかあれですね。スープない。あら、味噌汁は？味噌汁でいい。うん。おはよう、学校着いた。あ、学校頑張ったよね。ひなちゃん一元。STU さんのコンサートに香川県にうまいものを食べてくる。お、コンサートあるんや。STU さん、瀬戸内。ああ。いいな。チョコザップは洗濯、美顔、ネイル？ネイルもかな。いろいろあるらしいよ。契約しようよってずっと言われてるやん。契約するわ。うん。そう、警告広告でよく立てちゃうの。さゆみさん、使ってるアプリ、カメラのアプリがなんかさ、一定なんか何枚か撮ったらさ、ボタンをカメラタップするところに広告が出てくるんですよ。その流れでいつも広告タップしちゃって、あーってなってる。え、味噌汁でいいって言ったの。うん、野菜の新種。新種無理、そんな選ばれへん。赤味噌じゃないやんな。でもダメ、それダメです。ダメとかない。食べれないです。食べれる。わがまま言わないで、もう開けちゃったよ。じゃあ、花。うん。マンゴー花。ロングネイル。麦味噌の味噌汁。豆味噌や。赤味噌じゃん、それ。これ赤味噌なん。うん、確か。はい。何、野菜？野菜って言った。なんかおもろ。いつもさ、薄い色をやってつけてるから、なんか違和感。好き嫌いしてた。味噌減らんやん。ありがとう。今日は起きるまで起きるって決めてたのに。どういうこと？起きたから起きたんじゃない？起こされたのよ。あれはあれだけじゃなくない？違うよ、電話で起きてるので。電話だけじゃないもん。暑い。これはこれで暑いかもしれんから、ちょっと冷ます。眠りすぎように頑張って。よしみ、初アフター。ああ、そっか。確かにあれ、初めてやった時からまだね、平日がなかなかなくてね。チョコレート食べ放題に見せちゃうの？チョコザップって。美顔か、美顔か、美顔って呼んでた。美しい顔。小顔のやつできたり、スキンケアできたりするってことかな。チョコザップカラオケもできる。え、そうなん？遊べるじゃん。何でもあるやん。ほんま？ちょっとティッシュ取って。こっちはこっちや。なんかネギが喉に優しいらしい。喉にいいらしいよ。ネギはどうすればいいの？切ってそのまま食べる。
この中に、あ、入ってるわ、ネギ。そう、私あゆみ寝てる顔よく見るで、寝てるな、なんか寝てるなと思って見に行って、確かにいつも同じ仰向けの同じ姿で寝てるかも。あちゃ。でも寝てる時にちょっとぐらい動いた方がいいんじゃない。うん、だからちょっと動いてるのはやめ、でも仰向けってことは寝る時こう横始まり、横始まりでこうこう。うわ、野原しんのすけさんが、のすけ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 がさんが多いね。鉄線が入る声もなりたいもんやねやって。やったね。いつ？明日？待って、明日？12日。明日12日。やばい、すごいしな。何の？出張。明日から3日がいませんので。え、そうなん？言ったやん。仕事やって、やってた、やってた、明日からか、明日だから、明日からやねん、え、明日からやってた、あ、明後日からやと思ってた、まあまあ来週ぐらいと思ってた。来週やったらダメじゃん、やばい、スーツケースやるの、スーツケース、え、17ってスーツケース、スーツケース使わん、うん、ちょっと貸してほしい、スーツケースいらん、え、だって荷物多いねもん、見合わせやめて。信州がいい、そう、信州味噌大好きなんですよ。授業中に眠りせよね、頑張る。なんか大学ってさ、めっちゃ眠たくなりそう。大学ってめっちゃ眠たかった。なんかさ、だってさ、質問とかないやんか、挙手とかない、質問あるよ、え、別に先生によってはあるよ、あ、そうな、でもなんかめっちゃ大学のイメージは先生がひたすら黒板に書いたことを読み上げて、それを自分たちがメモするだけのイメージやから、大学ってうん、そういうところ、なんか穴あけプリントとかなさそう、穴あけプリントあるよ、先生、穴あけプリントとか、あとは穴埋めプリントあります。あとなんかワークシートとか、ワークシートあります、あった、いや、そんなんいらんの、何がある、いらんのないねん、パンがいいです、パン、食パンもうないよ、え、そうほんまに、もうないわ、父は言うと、アミが学校終わりにヌテラパンを食べたから、もうまあそれいい、もうさ、いいねんけど、別にいい、別にいいねんけど、うん、だって学校終わりが一番お腹すくねんもん、ほんな昼もっと食べやん、昼は食べてるけど食べられへんやん、なんか学校終わりの、あー疲れたの瞬間が一番お腹すく、それでママのアイス食べたらお前まだ許してないからね。聞いてくれるみんな。この人ね、さんこの人、私のどん兵衛勝手に食べたんですよ、うん、2つあったどん兵衛を1つかあゆみをもう食べて、ママはいつ食べようかなと思って置いてて、うん、で名前書いてやって、まだ名前書いて、名前書いてなかったけど、うん、でどん兵衛食べてもらってほんま楽しみに置いてたのに、なんなん自分みたいな感じで怒って、ほんならなんか、いや、ママだってあやみの食べるやんとか言い出して、いや、ちゃうやんみたいな、そうやん、いや、ママはさ、また買い直せるやん、あやみのジュース買って飲んだけど、飲んだけど、買えるやん、もう一回いつでもいくらでも、でもあやみはお小遣いに限りがあるし、そのどん兵衛買い直すために使わへんから、そんなん無理みたいなのって、めっちゃ怒ったのに、その1週間か2週間後のこの間、それもうしかも1個しかない、あれママのって分かってたやんな、どっちがのとは思ってた、どっちかのなわけないやろ、アイス食べました、ママの、うん、食べました、お腹空いてるからって、うん、食べました、糖分が足りなさすぎてアメが倒れちゃいそうだったの、信じられへんくて、なんかこの間それでママは怒ったのに、なんで食べるん
てか食べたかったら LINE してきいやみたいな、食べていいかみたいな、食べていいか、そしたらさ、まあ、うん、まあいいでしょうみたいななるんや。勝手に食べるのがもうムカつくってなって、だって LINE 待ってる間に食べちゃうかもしれへん。あゆみほんでアイスなくなって、アイスもしかもなんか食べていいとかじゃなくて、ママが珍しくやる気になってゴミ集めしてたら、あやみの部屋のゴミからママのアイスのゴミ出てきて、うん、もうさ今日食べようと思ってなって、もうどうするこの人って、口を痛い、かわいそうママ。でも名前書いてなかったから、名前書こう、もういい、名前書いて、もう名前書くからな、名前書いて、もういい、もういいじゃない、もういい、名前書く、今書く、マジック持ってこようと、マジックアミの部屋にあると思う。もうさ、ほんま、だ早くアイス買って、ほんでさ、しかもさ、なんて言ったと思う、みんな、あやみさ、めっちゃ愚痴が止まらへん、え、そんなんまた勝手にママのアイス貯めてさ、あやみそれ買い直せるんって言ったらさ、うん、ペイペイのためポイント貯まってるから買えるよとか言い出してさ、もう肉だな、買ってない。あのいつも配信してるとこのあの棚の一番上にあると思う、かその下か。突然でリップクリーム持ってきて、もうね、ママ怒ってるんですよ。ちなみに今日も全部ダメやで。はい。あ、ありがとう。朝ごはんこれあった。それもうダメです。え、なんで？いけんで。え、いつまで？11月まで。今年の？うん。今年って2024年やったっけ？あれ？今年って2024年か。いけるやん。それ過ぎだと思ってた。ママって書いとこう。うん。1個ちょうだいそれ。無理。マジで1個もあげられへんから全部に名前書くね。だって美味しかったもんそれ。ママ。それ売ってないやろなかなか。食べるな。食べるな。ねリップクリーム。よし、食べるなのやつ、うん、ペヤングは、え、ペヤングも買いとかないと、ペヤングもあかんで、ペヤングもこのままいつか食べようと思って、うん、私もママのデザートとか勝手に食べるから気持ちわかるやつ。リナちゃんもそうやね。リナちゃんママのやつ勝手に食べてる。リナスクリーム、あかん、あかんよリナちゃん。長崎は焼きそばペヤング派なの、うん、結構ペヤングあゆみが食べてて好きになったかも。 UFO とかも好きやったけど、え、これは食べていい、これもこれも食べていい、だから食べていいやつもちゃんと用意してあげてるのに、ママの楽しみにしてるやつばっかり食べてるから、もう波のリップクリームどこ知らない。ミカもあればペヤングも食べられるな。マジ？ペヤングはあかん。ペヤングはあかん。あんまりなくなった。どうしよう。やばいやばい。今名前書いたのはこれ、おいしいんですよ。これ見えるかな？これが梨のコロロ、梨のコロロはほんまにちょっと譲られへん、これはごめんけどママの2個、しかも2個もあるのに両方ママのです。あとはまあいいかな、食べても、うん、ではダメ、
ぱ甘い目が悪いやんな、これ。ほんまにそう。あ、石田、石田ゆうみって書いてたらいいんか。いや、でもそうやんな、そのさ、成長期やからさ、あの食べるのをさ、食べさすわけにはいかへんねんけどさ、だからさ、うん、やつなくなった。リップグリーム、うん、だからこれ使う。あのやつ塗っときゃよろしい。え、これ食べる？食べない。なんで？いいけど。じゃ一緒に作る？うん、作る。じゃこれ、はい、これ作ります。はい。これ朝ごはんってやばいって、ほんまに。終わってる家庭やって思われるやん。いや、遊びやん、これは。遊びやん。朝ごはん作るわ、ほんまにちゃんと。食パンがいい。パンってかパンがいい。なんでそんな無茶言うん？作る？パン。パン作れるわけない。ご飯は食べるよ。てか飲み込みやすいものがいい。これか。あれもさ、なんかフォカッチャみたいなやつ作れるか。やってみよう。うん。なんかサイゼリアにあるやつ。用意された上で他のも食べる。あゆみちゃんおもろないねんて、ほんまおもろないねん。ハサミと毒入り危険って書いとったらさ、やめる、うん、食べるの。いや、物による。朝ごはんチークがしのやばいよな。物がいいやんな。ねえねえ、水とハサミちょうだい。水とハサミ、うん。水は、あ、ここに入れるから、水はちょっと大きめの器がいいかも。だってごめん、何も聞いてない、今。朝に探してる脳みそやったから。大きめの。水ってその、ウォーターサーバーの水でやった方がいいじゃない。でもなんか、嫌だ。食菓子。自分は食べる前か食べた後に連絡、あの買ってきますよ、あゆみちゃんやって。おお、ありがとうございます。え、どういうこと？え、買ってきますよ、どういうこと？自分やったらこうする。あ、そういうことか。もやしが自分が買っては来てもらえると思って、もうしゃあない、食いしん坊すぎるわ。言った後に連絡してママ許す？うん、許さんのかい。なんか食べる前に食べていいか聞いてって言ってるやん。食べた後に食べましたよ、プラス写真。なんか食べる前に聞いてって言ってるやんってなる。え、アミちゃん母の日にさ、うん、ケーキ作るんだって。いいね。え、母の日って明日？明日。あら、公園。待って、切れないんだけど。じゃあママ、明日もらうからな。あ、そっか。どうしよう。母の日すんのやったらいつがいいか分かってる？ねえ、ペイペイのポイントあるんですよね。いや、もうないです。は？そうやろ。もうないです。ないやん。じゃあないのにアイス食べてるやん。その時はあったもん。え、でママのアイス買い直すって言ってなかった？買い直した？買い直せるよ、現金があるから。ムカつく、この人。なんなの？中二ってこうなの？そう。よいしょ。ちょっとパン作ってみよう。フォカッチャ。ほんまにもう。え、でも食べ物いらない。うん。食べ物いらないです。いや、ばあばとなんか買いに行ってこうかな。もうさ、本末転倒やねんって。いつもさ、いつもばあばが、うん、あやみ、母の日なんか知り合ってて、あやみに母の日のもの買いに行かして、あやみが私に渡すっていう。そういうこと。私がなんか西洋のやつ怒ってんねん、うん、だって、ないねんもん、できることが。たまにさ、手紙、え、じゃあ誕生日か。誕生日にもないし。手紙渡してます。渡されてません。去年はね、スルーされました。去年スルーじゃないやん。
おめでとうは言ったくらい。去年って今年か。あ、今年ですね。そう、去年は渡したお手紙、それもがみに送ったからな、あやみ。おのめにお手紙書いたよみたいなやつ。最悪。もう全然切れへんねんけど。ちょっと有識者の人、有識者の人はな、小麦粉と塩だけなんかできひんか。砂糖は？何にも、砂糖もあるよ。うん。ほら、なんかフォカッチャみたいなのってさ、そういうのはいける。いけんなと思ってるけど。蜂蜜ない。えー、そう、白ご飯とか入れてるやつある。待って、切れない、切れない。うわ、あかん、あかん。圧倒的に材料がない今この家に。よし、トレイはできた。手打ちうどん。あ、うどんな。うどんはある。うどんは、うどんあるかな、なんか。買いに行った方が早い。食パン、ヌテラパン食べたい。あれ、あれ、何だっけ、あのタコスとか言ったら、タコス、タコスの外側あるやん。タコスの中側は？中側はない。ダメじゃん。タコスの、いや、タコスの外側になんかヌテラとかだったりじゃん。トルティーヤか。トルティーヤ。ナンとか。何それ。あ、ナンは知ってるわ。ナン。え、そんなんでもいい。卵はもあるな、卵もある。ほんだ。おー、それに塗ったら塗って食べる。おいしそう。作ろう。アミはこっち作っとくから。アミだけで作れる。え、とかいい。いや、嘘嘘、全然それいいから。ね、めちゃくちゃ切っちゃったよ、でも。それいい。ね、作れたかったのに。これね。コメント読まなくなるやん。確かにみんな作るからな。うん。みんな作るから。ママはちょっと当てにせんといてもらって。ね、ママ作ってよ、それ。何どれ？そう、さっき見せた写真。パン？うん。美味しそうじゃん。美味しそうかな。それに絶対塗ったら塗ったら美味しい。ウインナーとキャベツ挟むとかな。うん。でも朝ごはんは味噌汁飲んだからいいのよ。え？意味が分からない。ベーキングパウダーって絶対いる？なかったらね。ホットケーキミックスすらないもんな。そう、ホットケーキミックス。ホットケーキ食べたい。牛乳がないな。あ、そもそも材料をお使いじゃないな。早見が買いに行けへんから。買い物やな。今から。行かへん、行かへん、行かへん。もう今日な、何をしないって決めてるから。なんで？なんでって。明日からち大変やから。大変ではないけど。なんや、でも出張というものが大変というね。朝マック食べたい。うわ、ママも朝マック食べたい。ウーバーちゃんしちゃう。ウーバーなんか朝マックないんじゃない。いや、あみたまに見かけるよ。嘘かも、普通のマックかも。え、分からん。いや、
朝マックしてない、する、はぁ、だるぞ、します。だって久しぶりの休日よ。だからママが家でパンを焼くみたいな久しぶりの休日っぽいことをするんだ。じゃあ焼いて、さっきのやつ作って、さっきのやつでいいんだ。うん、いい人みたいなあった気すんねんけどな。で、マックのさ、あれ食べたくなってきた、パンケーキ。オリーブオイルない、オリーブオイルない、ないぞ。え、あったくない？全部ニンニクにつけちゃった。ああ、そこのニンニクのニンニクパンになってしまう。嫌だな。薄力粉、これは薄力粉です。後ろから見たらめっちゃたこ焼きの粉みたい。え、なんなん1カップってさ、なんなんそれはさ、家庭のカップによって変わるやん。なんか言ってる。ね、小麦粉にバターと砂糖を入れて練るとメロンパンのカリカリ部分ができるやって。あ、そうや、だってクッキーの部分やからな、クッキーやからな。うん、でもしかしてクッキー作れる？クッキーは作れる、うん、もうでも時間がかかるもんね。いや、そんなかからんけどね、クッキーは朝ごはんじゃないやん、おやつじゃん。確かに。今度ね、これ砂糖かな。砂糖、塩、油。やってみましょう。パン粉やったらいかんねんけど。うん。パン粉をさ、どうにかしてさ。うん。パン粉を一旦。うん。生地状にまま戻して固めて焼いたらパンにならへんのかな。パンって何かできますか。パン粉って何かできますか。パン粉っぽいよ。1カップ 181cc って決まってる。あれ、うちのカップ500やるもん。確かにならんと思うって。チーズある、この家ないな。生地を平べったくらばして、中にハムとチーズで、ハムチーズブリトーができましたって。え、そうやね、やっぱブリトーみたいなやつにしようかなと思って。あ、間に挟んで焼くという。生ハムあるよ。生ハムあるね、レタスもあるね。うん、よし、これでいきましょう。むずいむずい、50度くらいのお湯とか書いてる。どうやって測るの。あの、これならいけるんじゃん。ギリギリ浸かりたくないぐらいのお湯ってこと、うん、指入れて。うん、そう、別に疲れるけどギリ、うん、嫌やなぐらい、うん、ちょっと熱すぎるな。いや、これは熱いわぐらいのお湯ってことね、うん、あの、あれちゃん落とすなよのお湯ぐらいの温度じゃない。落とすなよの、あれもっと熱いやろ。熱いか、180度ぐらいありそう。あのお風呂のお湯、うん、180度もあんの。カラッと上がってしまうよ。上げられてしまうよ。お湯ってそんな温度上がらないの、しかも水って100度までじゃないの。あー、なんか理科で習った。生きてない、授業が生きてないです。え、こんなに、え、ちょっと待って、1カップってさ何グラムよ。だから 180cc やって。
180cc のカップやねんからグラムは 180g 違うよ。ん、そう多いよそれ。あれ、まあ、目分量でいくか。うん、いける、なんとかしたらいける。小麦粉って何グラムよ、ちょっとグラムで言ってほしいな。水は1気圧で100度までしかいきません。わーお、じゃああれ100度だ。約100グラム、やっぱな。え、やばい、やっぱそれぐらい。パン粉でフレンチトースト作れるけど、あやみちゃんがフレンチトースト苦手って聞いたことあるな。正解。そうなん、うん、あやみだから、あの重さも、なんていうの、濡れたパン苦手やねん。バーバーみたいなこと言わんの。だってバーバーの孫やもん。でもそれは濡れてるパンか濡れてないパンやったら濡れてないパンの方がいいかもな。ボウルに水は 100cc で 100g、 180や 180cc で 104の小さじ8分の1とか無理やって。何グラム？濡れたせんべい苦手。あ、分かる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 。これぐらいかな。濡れたせんべい？うん。せんべい濡ら、あ、濡れ、なんか濡れちゃったとかあるよ。せんべい濡れちゃいました。そう、あの外で雨の時せんべい食べてたら、そっち？トラックから水たまりブシャーってきて。そっちなんや。はってなるやつ。一歩進んで一歩進んでない人。ぐりぐり剥いちゃいましたときせんべい濡れちゃいました。甘ぐり剥いちゃいました。せんべい濡れちゃいました。酒屋おもろい悩みが。ダチョウクラブの人が180度のお湯で押すなよ押すなよしてると思ってたことが今一番面白い。思ってたわけじゃないね別に。トラックの水かかっただよな。なんでも言う、確かにな、それはそうかもしれない。あ、湿ったせんべいな。あのね、でもさ、湿った湿気たなんかパリパリじゃなくなったポテチは地味に好き。パリパリじゃなくなったポテチ、うん、ちょっと開けて火を置いたポテチは嫌いじゃない。まあ、ちょっと火開いたカールがちょっと好きや。あちょっとだけ時間置いたカール。カール今関西限定だよね。そうなの、関西でしか売ってない、うん、カール、うん、だからなんなら関西でもあんま見えへんくなってきちゃう。あやみが人生で一番好きなおやつのに。むずい人生で今までの人生一番好きなおやつ。なんやろ。ねカステラ。そうやろ、どっちも好きやで。カステラ、あ、待って、タケノコの葉、間違えた、タケノコの砂糖入れて。はい、飲んでいい、このお湯。喉痛くなってきたよ、また。ここに入れたらいいよ、ね。あ、そうか。じゃ早くお湯入れて、ちょっとママのやつさっき入れてよ、もう。あれになるやん。あれになるね。ごめん。絶対、これ50度ちゃうしな。50度ではないな、これは。50度むずない。入りたくないなぐらいの温泉の。
これ50だよ絶対。絶対目分量、絶対目分量とか体感。体感50度。体感。だってこのお風呂に入られへん。けど指はつけれる。順調ですか？おおよそ。カステラはあの黄色い四角の方も好きやし、丸い方も好き。確かに体温計で人間50度になるの？じゃあ無理かな。無理や、50の50エラーが出る。確かに L が出ちゃう。お、なんかもちもちだ。おお。あ、やばい、ちょっと温度低かったかもしれん。硬い？硬くはないねんけど、なんで硬なるの？あ、そっか。ついたパムカラメ、なんか美味しそう。あのさ、カステラのさ茶色い部分のさ、あの砂糖めっちゃ好きやねんな。わかる、ジャリジャリやろ。そうね、長崎のカステラ食べたい。あゆみは里豆の鈴カステラ、あれ、あゆみまだ食べたことないねんな。何よ鈴カステラ。え、鈴カステラってなんか砂糖いっぱいの丸の方のカステラ。そうなるの？うん、ザラメか。やばい、もうなんで死んでる。別に今家族がいいけどな。やばいやばい、よくないなそれは。やばいなんか食べようと思ってんけど、やめて、ちょっといろいろ事情があってやめて。ああ、こぼれた。カステラちゃんいろんなところ紙に持ってかれるの悔しい。わかる、なくしてほしいか、取れやすくしてほしい。ああ。なんか餃子の皮みたいなんできる？これもしかして餃子作っちゃう？餃子作る？それはちょっと重いかな。朝から餃子、うん、あやばもう手袋に一体化しちゃった。手袋になった生地全部手袋や。最悪。保護士の豚まんも綺麗に取れへん。あれはでも頑張ったらスーって取れそう。たまにうまくいくけどね。よしよし、もうちょっと固めなあかんのかな。ちょっとやばい、ピンチ。ほんまに一体化してる。手袋になった生地が全部。あやちゃん、片栗粉をまぶしまくったら。片栗粉をまぶすつもりなの、あなた。あの、手袋に片栗粉と薄力粉を違うのかってる。あ、薄力粉か、それ薄力粉を手袋にまぶす。うわぁ、そしたら取れるんじゃない。やば、楽しそう。気持ちいい。これで握手会はやばい。
551の豚まん綺麗に撮れた時嬉しすぎて写真撮った映像見あれさ、昔綺麗に撮れてた記憶あんねんけどさ、ここ最近も全然撮れないよ。あみはあれ一回しょうもないことで写真撮ったのは卵が立った時、頑張って立たせてん。嬉しすぎて写真撮った。結構前やけど、カステラの下の影はカステラが柔らかすぎるから形を保つためにある。へえ、考えられてるんやね。そりゃそっか。551のちまき食べたことある？ママなぜ551のちまき食べたことある？1、2回ぐらいかな。意味はないです、多分。え、あんで多分あるんかい、うん、なんかあの葉っぱの中に入ってるご飯。あ、そう、そっち中国、中国の方。中国の方、あの茶色い葉っぱやんな。え、あ、茶色か。551ラーメンとかあるの？風呂、そっち洗濯、布団干してきたぜ。おぉ、えらマジ。え、でもこんないろいろ混んでる時に布団干されへんな、うち。うん、いや、この前なまたバーバーの話になんねんけど、バーバーの家を泊まりしに行った時に布団を干したんよ、マットか、あの、カーペットを干したんよ、外に、うん、それを入れようと思って、うん、布団パンパン叩いたら粉がめっちゃ飛んでてん。でもな、そんな汚い話やめてや。全部黄砂やった。なんで黄砂ってわかるの？え、あの掃除機でスッてん、あ、全部黄色くて。え、黄砂ってほんまに黄色いわけちゃうやろ？え、黄色いらしいよ。ほんま？うん、ほんま？うん、黄砂って黄色いん？なんかさ、中国とかから飛んでくるから、中国のなんか黄色ってつくような地区から飛んでくるのかなって思ってんけど。黄色いわって、砂漠の砂やから。砂漠の砂が飛んでくるの、黄色って黄色いやろ。ほら黄色いってやってる、ほらほら、有識者の方が言ってる。有識者の方やめて黄色砂やんな。砂は大体黄色、黄色砂って書くけどさ、黄色砂って、あ、黄色黄色だけに。なんか美味しそうな塊はできた、もちもちの。こねてみましょう。こねこねしてみましょう。よし、これを焼きましょう。鳥取砂丘の砂場何色やろ。黄色、白茶色みたいな感じはないの？全部メイドインチャイナですね。イエーイ。布団を手見干しした後の匂いで、ダリのお腹に入れた匂いでシュートをやめてよ。手見干し、手見干しやったっけ。手見干しか、手見干しかした後って掃除機で吸った方がいいんかな。いや、そりゃそうや。そっか、車も黄色くなんの、すごい。あ、そっか。鳥取は茶色いんだって。うわ、やややや、あやみがママの食べ物を食べ尽くして送っている。名前書いてない。すごい音なるこれ。名前書いてない、名前が悪い。いや、食べ、勝手に食べる方が悪いね。うん、レーヌビーでは当たり前です。名前書いてないって自分のでもないやん。これをどうしろって言うんや。ねねちゃんのまま。
電車球で磁石使ったらさてつめちゃ取れるでってすごっ。丸めて伸ばして名前がないと食べていいってネズミ習いましたって。食べていいことはない食べていいとは言ってるな。それがな、うん、小麦粉を使ったらキッチンこうなるからめっちゃ嫌ヌテラ食べたい。ちょっと待ってね。焼いてます。楽しい、パン作り。楽しい？パン職人になる？パン職人になろうかな。あ、じゃあそれも追加やな、メニューに。カフェのメニューに、何でも屋さんやカフェやりたい。漢方の部屋はなくなったね。漢方の部屋はマジ誰か買ってくれ借りるんかなあれって、買われへんのかな。こっち売ってたら買えるじゃない。でも売ってるかどうか分からんからね。貸してくれようとしてるだけかもしれない。えこれ絶対失敗やねんけどココイチ頼もうかなと思いましてやって。なんで？昼にココイチ食べようとしてる人いるよ。うわココイチいいな。カレー食べようと思ったけどちょっと麺食べなあかんね。なんてこったい。パンダこったい。え、なんじゃこりゃが出来上がってそう、なんか。うん、うん、うん。夏が好きすぎてチョコを食べ始めるあやみちゃん。え、ほんまにやめて。って。いや、ほんまに嫌やって。見えてないで、どれを、何を食べてるかは。嫌やって。もう、ほんまに。精神乱暴すぎる育ちが。なんじゃこりゃ。11時には推しラーメン屋に並びたいな。ラーメンいいじゃん。ラーメン食べたい。ラーメン大好き。ラーメン食べたいラーメン朝から晩までチュルチュルチュルラーメン食べたいラーメン大好きだ。なんやこれは。これは何です。何でした。何が出来上がりそうです。まあいいんじゃないですか。何でもま
ご飯早いねんな、朝。あやみとママとは違うってことですね。ほら、なん。なんやん、美味しそう。でもチビナンができた、チビナンが。チビウサみたい。チビナンができました。できる女は片付けをしながら作る。ちょっと遅い手が。これは何だ、何の形にしてみようか。え、お腹空いた、早く食べたいの。無言の圧、無言の圧やめてもらって。あ、なんだなんだなんだなんなんと。これはどんな味でもいいんでしょう。なん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 、何の形をした、何かの、何か別の何か。制作、創作小麦粉料理はカチカチになりがち。確かに。らしいです。いいな。でもなんやからな、合うかどうかわかんないな。ワクワクドキドキ。ワクワクせんとって、そんなに。ワクワクするようなもんじゃないかもしれんね。いや、とりあえず今胃に入れたいねん。てか私は今喉に水を溜めておきたい。これはあ、なんや、なんでした、なんでした。え、固くなりすぎた気にする。これいいですよ、別に。はい、ありがとう。お、なんだ、サクサクなんだね。じゃん、これにヌテラを塗ります。チョコソースを塗りまして。はい、そのヌテラどうしたの。うん、お土産。ああ、え、じゃあ本場のヌテラってこと。そういうこと。ヌテラの本場ってどこ。どこ。あ、全部英語で読めない。ママが読んであげる。うん、ちょっと待ってね。なんばのなんですね。意図してないなんかで、ほんまに。なんだ。なんだ。あ、チーズな。チーズ溶かしても絶対美味しいな、これ。いや、チーズないんやろ、もう。ない、チーズ食べちゃった。読んで。どこ？ヌテラ。ヌテラクロワッサン。何、どこの読ませようとしてるの？なんか生産量、生産。これ英語じゃないよ。何？何語？イタリア？ああ。イタリアって英語じゃない。
ただきます。赤どう、うん、おいしい。すげえ。中はね、もちもちしてたよ。中はもちもちで、外がカリカリのナンができました。見て、ちっこいね、かわいい。これみんなに見せて、かわいいから。あるある、さらにちゃんと入れてます。形おもろ、かわいい、ちっちゃいな。ちょっと滑るね。ちびなん、ハサミ返して。はい。生ハムは、生ハムレタスにもいいよなと思って、ちょっと切ってみましょう。うん、おいしい。おいしいんや、うん、欲しいもん。何でもできんだ、ママ。何でもできちゃったな。だからムンクみたい、これ。え、ムンク、ムンクの叫び。うん、あ、中に入れられるほどは中膨らんでない。あちゅ、あ、あ、これ、あ、いや、え、あんたほら、正気？あ、何やってるそれ、うん、嘘です。やばいって。違います。なんなん、ちょっとやってるやん。こうやってしたやつ、こうやってやってないです。やったね、やってない。やった、さっき舐めてんの見たもん。うん、だから舐めたけど、舐めたから、あーって言ったよ。え、自分が塗るときはだから、ほんまや。舐めたやつ、食べたスプーンで作ってますやん。あ、おいしそう。うん、普通。うん、これが何、これは何なのか。うん、え、おいしい、おいしい。な、なんかさ、癖になる味してる。うん、また作って。無理かな、もうめんどい。でもほんまにさ、食費が足りひんときいいかもね。うん、うん、使いすぎないでね。そんなこと言うんや、うん、人のライス食べるくせに、人のどん兵衛も食べるくせに、自分のヌデラはちょっとしか使わないでって言ってくんねや。だって日本にないねんもん。だから、ね、いや、売ってるしヌデラ。うん、ふん、で守ってないやん。名前をつけるなら何やろ、これ。なんもどきやろ、でもほんまに。なんもどき。うん。お皿返して。あ、はい。あれあるんや。あれある、4枚ぐらいやる。レタスとかもそれやってみよう、これに。バター。同じコメント来た。ガンモドキみたいな。ガンモドキみたいだ。ガンモドキです。え、もう天才？ハマっては。うん。嬉しいわ。あ、あるよ。袋。いや、そのまま入れたくないやん。大きい袋に。そっか。
新番組を。そっか、じゃあでもあんたもやんな。それで漏れてるから。夫婦じゃねえ。チーズあったらよかったんよな。チーズ合うな、これは。うん、うーん、美味しいですね。生ハム、生ハム。でもこれな、挟まれへんから乗せるんかな。うん、ちょっとだけバターを。美味しい、美味しいわ。うん、シュガーやった、それは。それは何やったっけ、バター。バターや。懐かしいね。懐かしいってことまだ通ってない。じゃあ、ね、流行ったよ。流行ったかな。めっちゃ。流行ったな。うん。今のシュガーは何やったの？シュガー、Yes please。全然違かった。この入りはさ、シュガー、シュガーやろ、それは。音ちゃうやん。高いやん。鼻歌クイズなってる。マルーンファイブやで。正解。シュガー、Yes please。知ってたよ。今それ最初シュガーって言ってんねんや。洋楽はだいたい空耳。あ、気変えちゃった勝手に。え、おいしそう。普通においしそう。いただきまーす。あ、また明朝小力星さんがカーネーションくれたの、ありがとう。いただきます。母です。ビヨンセ踊ってビヨンセ、ビヨンセ、うんすごない、即興であるものだけでパンを生地焼いて。嬉しい嬉しい。うん、でもご飯派。ママはご飯派です。ああ、米食べたい。あくない米。米ないで、もう全部食べたで。あら、冷凍のやつ、うん、冷凍してあるやつ、うん、食べてます。もうこのマジック、このキッチンのものにしようと。もう許されてた。うーってた。小麦粉が泣いた。いや、上出来上出来。
よしよし、良きです。トマトもある。そのまま食べる。で切らなくていいよ。えいける。うん、マヨネーズちょうだい。いや切るよ。はい、意地悪い。あれも白雪姫風にトマト食べようと思って。白雪姫が食べてるのはリンゴやから。トマトちゃん色一緒。すトマトの長袖みたいになった。お皿ください。やばい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 。よし、居酒屋メニューみたいになってる。はい、ありがとう。トマトスライス一丁。はい、喜んで。確かに。やっぱカフェがいいな。ホタルカフェ。みんなに料理を提供しながら、なんか喋りかけてくれる人には喋りかけたり返すみたいな、うんうん、店主になりたい。カウンター式？カウンター式。テーブルも何個かみたいな。うん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 。バイトさせてください。バイトしてくれんねや。ちょっと履歴書持ってきてもらって、なんなんゆなななさんみたい。ゆなってなんなんや。迷惑来ません。若い可愛いバイトが来てくれたら迷惑来せようかな。今年グッドスプーン行きたい。うん、グッドスプーン行きたい。まだ去年今ぐらいじゃなかった？でも別に毎年じゃないんかね。うん、去年は今頃。待って、めっちゃ染みる。喉に染みる。え、風邪やん。気合で直せ。うっす。急におもろい。急な低音ボイスね。体育会系。うん、このトマト甘いね。うん、このトマト甘い。うーん、酸っぱくない。
毎日アイドル1周年記念配信で実現させてほしい。何をやろ、何をやろ。あ、洗い物やめてる。お前、クマちゃんの名前決まったん？あ、決まってない。クマガサじゃないの。妙言うわ。妙言うはクマガサらしい。うん、クマガサ、クマガサ何かってことね。うん、まだいる？なん？お腹いっぱい。まあまあまあ。アバターはいつやって分からん。待ってんねんな。うん、去年は4月17から54、もしかしたら冬とかに来るかもしれへんし、夏に来るかもしれへんし、分かんないね。てんやと言ったの懐かしい。前髪が長すぎるので一旦置きます。あの子はちなみに女の子ですね。メスグマちゃん。やば、マミ1時間半もやってる、びっくり。10時だよね今。そうね、まだ大卒はいいかも、色的にね。さーこさんの本名やばい。さんは出張に行くと言いながら西山内久保の別荘に行くわけではないですよね。どこに行くの。違うと思うけどね。じゃないとあゆも、そうやったらあゆも連れてってもらうわ。で、笹岡さん、出張が西山内久保の別荘に行くってことは、世代交代戦役公演でステージに立つということですかね。よいしょ、いてててててて、うん、うん、あ、でまみ、あれ誕生日もんにやら、なら誕生日なら自分の部屋に戻らないといけないね。ちょっとあれがあるからね。最前よりもいい席。それしかも12とかやったらさ、2週間でもさ、2週間目線のあさ公演ってことはあんま公演見えないくない？公演自体ファンの方見えるけど。いいな、窓見てたらファンの方が見える。面白い、客席側が見えるから。ママ早く来て。なんか
早く来て。なんで？いろいろあるから。いろいろあるの？うん、ステージからの目線って貴重。え、めっちゃ貴重やと思う。ママも一回はね見てほしい。だからみんな一回は見てほしい。ほんまに綺麗。え、コンサートの時のステージ目線を皆さんに一旦あの感じてほしい。ん、体験か、探検してほしい。声は復活しましたが喉はあれです。景色やそういえばあいたりーちゃんデビューするね。なに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 、ママつなげということ？ちょっと待って待って、よいしょっと。何の話してたんだろう。あ、うすうす思ってたけどカラオケはなんか喉が痛いからやめるそうです。NMB 放てて裏側見学ツアーとかあるといいね。いいね。声復活しましたね。え、そうやんな、思ってた。絶対寝起きの声やで。寝起きやったもん。ここだけの話。8時、8時何十何分かに、あれ、宅配便が来てピンポンでもう目覚めて時計見たら「えっ!」みたいになって「あやみ!」って言ったら「はっ!」みたいになってバタバタバタって急いで用意して配信始めてたから喉がカラカラなんです。話し方そっくりです。え、ほんまに?やだやだ。なんだけど佐々木さんのターン、私はそう、昨晩の刃の別荘に行きます。おはようございます、笹岡さん。おはようございます。みんな朝ごはん食べた？なになに、これ何の話してたの？笹岡劇場の話してたんかな。これ熊笠味噌ベアミ。え、熊笠はなんかツイッターのあやみの熊の名前何にしようみたいなコメントにあった気すんねん。熊笠ってそう、おもろすぎて採用これにしようやみたいなって熊笠になった。熊笠ココイチは出前すると高いっすね。出前って高いよな。なんか 1.5 割ぐらい払ってる気する。笹岡カフェのオープンのためにクラファンするのは、そんなんさ、なんか申し訳なくなら、なんかごめんごめんごめんみたいな、いいんですか、いいんか、よくないか。でも笹岡カフェを開く、おかえり。笹岡カフェを開きたいとしてしたなら、ママは職場が家から近くないと無理やから。うん、引っ越してどう、引っ越すということで、引っ越すっていうのはさすがにあやみが中学校卒業のタイミングやから、うん、13の終わり以降に開くってこと。いや、開くどうなんだよな、このなんか夢、ただの夢みたいな感じで喋ってるだけやん。はいはい、実際にさ、なあ、カフェ開くってさ簡単なことじゃない。そうやわ。何を、なんか勉強しとかなあかんやん。資格いるやろ。資格はいらんねん。あ、いや、だってあのあやみのファンのあの、あ、そっか、千秋さんという衛生管理責任者を持ってますの人がいるから、みんなの資格を駆使して。え、せやねん、劇場の資格にしたいねん。土地代とか、ね、とかなんかあの辺とか、あのさ、家賃とかも高そうじゃない？何十万とかすんのかな、やっぱり。やば、ならもうやっぱ、は、読んだって聞きたい。読んだ
持ってるって言ってましたよね。裏ナンバーかなんかどっかいいいいところあったら教えて、なんか店空いてるとこ。でもしかもママ2階とかじゃなくて1階がいい店、うん、ナンバーでほんまにショップの隣とかでいいやんな。もう取られちゃったけど、私取られちゃった。あのジュース屋さん、ジュース屋さんやったっけ、ジュースみたいなところ美味しそう。まあ空いてる1階がいいやんな。せーナンバーのテナント料は高い。あ、え、待って、調理師免許とかいる、もしかして。終わった終わった。うん、調理師免許はちょっとないです。でもさ、飲食店でさ、いっぱい働いたらさ、うん、いける。1階はやっぱ高い、路面が高い。キッチンカー、そんなキッチンカーありやんな。キッチンカー、クシャンクシャンクシャン、止まらへんねんけど、くしゃみ。なんかおるよな、絶対なんか飛んでる、うん、軽食程度ならいいな。まあほんまやな、劇場裏の1年で閉まるアイス屋さんのところ、1年を、ま、待つか、前でこう。え、もう閉まったで。え、もう閉まったん ?1 年経ったん経ったで、あれ。いや、今閉まってる。チャンスってこと？そういうこと。いや、今すぐは無理。なほんまにできたらおもろいけどな。カフェ憧れあり、あり。え、カヌレあった、カヌレ食べよ。ほんまにどうしよう、ほんまに止まらへん。止めてきて。チャンスの順番、そう、ほんまに1年で閉店した。こんなに負けふん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 。顔やばいって。あ、ミュートします。移籍中です。それや、はっきりないで、多分ママの化粧のところにあると思う。これから衛生管理取りたいんやけど、すぐ取れるの？なんか3日ぐらいお勉強受けたらいいんじゃなかったっけ、授業みたいな。うん、鼻髪に行って、鼻髪に行ってアレルギーの薬飲みに行きました。1日の講習なん、うん、3日くらい受けなあかんかった思ってた。恵比寿橋、恵比寿蔦屋の地下って今あれ冷凍食品、うん、あるよ、冷凍食品店みたいなどこかな。あ、1日なんや、へー。紫じゃないよ、水色だよ。おはようございます。水なくてもニュータイプ？うん、でも水で飲んでるママは。そうなん？うん、だってスースーするもん、それ。
笹岡美穂、あやみちゃんのコースター出ますか。いや、あやみの写真とかは多分使えないので、あの、え、ちゃうねんけど、ちゃうねんけど、なんなのその薬。おー、ちょっと、はい、もうハウスハウス、ママが探す、探してよいしょ、あ、なんかいい、めっちゃすぐ見つかるやん。え、スースー水なしでいけるの、あゆみ。何それ、これ結構スースーやで。あ、それこれは水の具合じゃ。吉本よくやるので、あゆみちゃんの写真は勝手に使えません。コロナのせいで閉店しました。やっぱ大変なことがいろいろあるよな。50年すごい。自営業ってどういうことなんやろ。自分で営業カフェ。いや、分かっとるわ。田中さん、出張行くならお土産よろしくお願いします。分かった、じゃあ出張行ったお土産ドンキのゴミ箱入れとく。最悪加入前の写真はギリセーフじゃない。あかんやん。笹岡コースターで我慢して、そうしよう。笹岡コースター、ね、ごまめ麦は、あ、ごまめ麦ならいける。ごまめ麦と笹岡の4種類のコースターにするわ。いらんやろ、ママのやつ。と UFO に、UFO じゃないだっけ、フリスビーにして遊ばれるよ、そんな。コースターあればな、毎日行く。毎日来てくれる、ほんまに。ネコースターやって、え、すごい、かわいい。ネコースター、ネコースターか、ランダムネコースターや。サヨコースターか選べる、ほんまや。いいね。あ、悲劇のヒーローさん、今日誕生日ですやって、おめでとうございます。何歳チェキ取れますか。チェキや、誰と取るん。直筆は、チェキ誰と、猫の直筆、かわいいな。肉球ポンってするわ、スタンプをして。ね、ごまめとさ、ごまめ区別つかなさそうてな。うん、麦は多分わかるねん。直筆肉球ポンってするわ、かわいい。それにしよう、それにしよう。笹岡コースター当たり、嬉しい、優しい、みんな自己肯定感爆上がり。ハッピーバーイ、ハッピーバーイ、友達やん。ハッピーバーイ、ママより上かも。ママより上か、ハッピーバーイ。ねえ、肉球スタンプいいね。ママより年上だった。まあ、ママさ、うん、そういえばママさ、頑張って、うん、ママいっぱい動いたらさ、うん、あ、やっぱ何もない。うわ。いや、あのな、猫連れて行くのいいな、そこのカフェな。でもかわいそう。でも猫アレルギーの人来られるから、うん、あとうちの猫全員人見知りやから猫カフェ向いてない。シャーシャー言っちゃう。シャーシャーどこ、いないから姿見せてくれる。あ、ガレージに入れるとかじゃないの。ガレージじゃないわ。ガレージって、ガレージじゃないわ。ゲージ違うよ。チャースケおはようって言われて、そんな呼び方されてたの、あんた。誰チャースケおはようって言われて、チャースケなんてあだ名あったの、あんた。誰、かわいい。チャースケって言うの、チャースケかわいい。なんだ、誰なん、誰、かわいい。チャースケおはようやって、チャースケって誰、チャー要素なんもないけどな。チャースケ100回行ったら猫吸いできますか。あ、いいですね、ポイントカードでね。あ、ダメです、ダメです。え、ダメだ、もっと上です。あと、あ、もっといっぱいってこと、もっとポイント100回ってすごいで。3日に1回来てもさ、1年近くかかるよ。いや、毎日来たら、毎日来たら3ヶ月半、3ヶ月ちょっと。で、1年にしよう、1年、1年365回。吸えるかもしれません。ママと同い年なんや、シンガポールのエリンさん。うん、マジ今日ね、うん、あのユニバじゃないけど、なんかさ、うん、あれ行く夢、なんかテーマパークに行く夢を見たんですよ。うん、ほんで、テーマパークまで何だかな、なんか
歩きか歩きで行ってて、うん、夢の国かなまで歩きで行ってて、うん、あ見たのと、うん、なんかめっちゃ怖い夢見た。それで不審者に追いかけられる夢見た。怖っ。カフェ定休日なし。え、定休日は別にあってもなんか週1ぐらいで、分からん、ママが用事ある時に定休日作るけど、うん、まあ、基本的に公演中は閉めるね、うんうん、5時半6時ぐらいから閉めて、うん、まあ、モニカー行って当たった日はチケット買って入って、で公演終わったら帰ってくる店に。また開けんの？うん、また開けんの。じゃあ見送り会参加できへんくない？見送り会は参加します。あら、そうそう、劇場当たったら定休日。定休日でもね、その前後はやってもいいな。公演前後、前と後、うん、逆に公演中はみんなも来へんからもういいね。世代交代、うん、全部。あ、全部いけるだけ何でもかんでも全部見る。ライブビューイングは来られるな、うん、あ、いいな。当日劇場チケットを持ってきてくれたら、うん、割引、みんな世代交代はコーヒー100円とか割引や。コーヒー100円もともとコーヒー何円のつもりで200円とか高くない？だから遊園地に行く夢はストレス、不安、ストレス、現地逃避の気持ち。やばいやんやばいやん。でプラス追いかけられてるからやばいやん。やばいやばい。んで坂道登るときに定期的に電動の充電、電動のあれが切れるっていう夢見た。へえ。それで友達と喧嘩してた。あ、コーヒーは400〜500円ぐらいなんか。そうか、そうするか。やばい、コーヒー飲まへんから分からへん。もう分からへん、あんまり飲まへん。いいやん、公園のパブリックビューイングやったら怒られるかな。いいかな。握手会は開催されません。それ値段設定とかちょっとよく分からへんね。お酒出すならでも何かとかもあんねやんな。お酒はやっぱいりますか？でもカフェだからなカフェだからな、純喫茶になる。楽しい、こういう話夢を、夢があるね。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 ということで今日はお休みなので寝る。二度寝しまーす。でもそうそう、ちょっとあっち戻って壇上読んで書こう。あアミちゃんたまに、あー、様子見に行くよ、スターカフェ。いや、見に来たらあかんよ。あ、じゃ外から、あ、じゃ中、あ、裏から入って、うん、厨房で、うん、元気みたいな、まあまあ、やれてるみたいな姿表すとあかんねんね、あれね。うん、怒られちゃうから。うん、洗い物せなあなーと思ってる。皆さん、あのミニオンにプラスイッシュというグループも調べてみてください。もうええでそんなあんたもあんたであるよ。まあまあ、ガサツやからな、お店できひんかもしれんな。今日はコーヒー1杯5000円の喫茶店がありました。うん、洗い物と、うん、掃除のスタッフだけは絶対に雇いたい洗い物と掃除が本当に好きじゃない。バイト雇う？バイトは1人、2人ぐらいは雇いたい。洗い物と掃除、うん何すんの？じゃあママ料理と、うん、あ、提供、提供とかさ。提供も別にできる。あれは？で、あの、注文、
注文も取れる。でもさ、注文あれにする、もうあの携帯でやる携帯で打つやつにする。じゃないとできひんよねっていう。ファンが勝手に洗って、あ、そうか、自分の皿自分で洗って帰るスタイルにしようか。そうなん、それいいな。あ、警備員任せてくださいって警備員、味見ばかりして、味見いいよな。そっか、テナント料が高かったら、せの酒やっぱりペペ使えますか。使えます。ペペは使えるようにしとこうか。そうしよう、呼び込みしますって。警備員と呼び込み。おお、嬉しい。じゃあたまに閉店の時にメンバー連れてっていい？あ、閉店した後に空いてない時とか、あ、いいな、ご飯、うん、ご飯食べていき、そう、公園終わりとかさ、もう閉まってる時、そうそうそう、おわ、面白そう。チラシメニュー作りますだって。すごい、作れるの？人形焼き焼いてください。それ前にあんねん、その劇場の横にあんねん、サンプルに人形焼いてくれるとこ。キッチンバイト経験あるから、洗い物ならチョッパヤです。チョッパヤです。おお、夢があるね。サラマイ好き歓迎。専務用カフェ。そうそう、あやみたんがバイト入ってる日。あみは入りません。お、すごい、みんな何でもできる、ね、経営学部だったので会計管理しますよ。すごい。こんにちは、こんにちは。私も呼んでやね、閉店後。シャッター閉めて裏口からみんな呼ぶ。クチクチ。名物はチビナン。いや、美味しくないよ、そんなに。普通に美味しいけど、その店で出すぐらいじゃないよ。でもただのカフェやからな、メンバーと会ったらあかんから。そういうのあかん。では、あみの HKT ファンです。たまたま見てカフェが気になりました。石松ゆなちゃん推しですって。石松ゆなさん、石松、あみの1個下ぐらいだ、年。あ、ああ、わかった。1個下の、かわいい。小号で入った子やったっけ。そうそう、1個下ですね。中学時代卓球部やったのでラケットの素振りしますよって。いやいや、自営業はそんなに甘くないですよ。なんとかを個人で頑張らないといけない。いや、そう、ほんまにそうやね。自営業大変。でもママ自営業の方が好きだな。かわいい、おげちゃん。好き。初見のノリローさんがこんにちはって言ってるので呼んでください。こんにちは。本当だ。夢広がるね。二度寝入りますやって。鳥取さん、マジでママも二度寝入ろうかなって言って10分5分ぐらい経ってんで。そう、10分もないし。いや、そんなことはないです。そんなことあります。そんなことないです。てか、洗い物しようっと。え、何もないです。てか、みあっち行く。え、寂しい。だって男女読まないといけないの。もうある、配信。うん、寂しい。ちょっとやることがあるからね。何？あみちゃんにもちょっと課題というやばいものが迫ってきてるんですよ、今。課題なんかもう後回しでいいよ。良くないです。なんでな、点数、頭悪くて点数取れないんだから課題だけはやらないといけないんです。じゃないと成績がやばいんです。なんで頭悪い子生まれてきたんやろ。もう、あの、覚えが悪いから、容量ないから。頭悪くなかってんけどな。T シャツや。Yes。 もう胸の B やん。え、お前ママ、ここ点 T シャツや。
ね多分そこで話しても。いっためっちゃ終わっちゃった。親の顔が見てみたいって言われてるよ、ほら。よいしょ。私も見てみたい。ワク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 ってなんや。ほんまにリップクリームどこ行ったんやろ。本当に消えた。あれあれがないとやばいのに。子供の課題やるの嫌って言ってお母さんがしなさいって言うのにめっちゃ逆やな。砂糖のリップクリームじゃないんですよ。メソレタモです。メイドさん、砂糖リップクリームなくなってちょっと安いとこに買いに行くのがちょっと時間なかったので、とりあえず薬局で100円のメンソレータムを買いました。メンソレータムって安くていいよね。多分豆が持ってきましたね、はい、なあ豆ちゃん。うん、カフェ本当にね、カフェは普通に楽しそう。カフェ近くにいたよ。まあいや、また探そう。くしゃみが出そう。待って、やばいやばい。ちょっと待ってね。じゃあまあ少々壇上も呼んでこうかな。昔スケイにはカフェがあって生誕祭の日はメンバーが、すごいいいな、行きたい。もうなくないんかな。でも何回でしょ、チーンってしたから。では壇上読みます。まず13位里谷さん、ありがとうございます。12位片町さん、ありがとうございます。11位かるちゃんさん、ありがとうございます。10位かきひこさん、ありがとうございます。9位まさのうさん、ありがとうございます。8位鳥取太郎さん、ありがとうございます。7位りょうさん、ありがとうございます。6位もいちさん、ありがとうございます。5位、けんちゃん、ありがとうございます。4位おでん屋さん、ありがとうございます。3位ブロスさん、ありがとうございます。2位柳さん、ありがとうございます。そして1位は高畑さんでした、ありがとうございます、
ありがとうございました。今日は11土曜日、7時からじゃないですね。はいはいはい、8時半からか。1位は高政さんということで、アバター猫かわいい。この猫かわいいね。ザ猫って感じ。あれなんですけど、高政さん、ちょっとじゃない、よし来たよ。ありがとうございました。ぜひスクショしてください。はいはい、ではありがとうございました。はい、今日もありがとうございました。では明日も、明日は7時からかな、7時からですね。昼夜なので、久しぶりの昼夜マジで。明日アフタートークもあるということで、ね、はい、ぜひ皆さん明日よろしくお願いします。ではありがとうございました。今日もありがとうございました。明日は7時から、もう一回言うとく、7時からです。はい、では明日もよろしくお願いします。バイバーイ。